どうもウィリアム・テムソンです。今回はですね、こちらの山陽山町の横断靴名前がね分かんないんですけど、パターンオーダーの靴をね磨いていこうと思うんですけども、まあ、前回、油分補給までしたので、今回はですね鏡面磨きの方やっていきたいと思うんですけど、ちょっとね乾燥中に油分をね乾燥させて数日ね経ったんですよ。でその間に小刃にこれ塗っておきました、ワックスをね。そうすれば楽だから、やっぱさ小刃って結構磨きづらいんですよ。まあ磨きづらくはないけど、でも乾きづらいんだよね。だからやっぱね動画中にやるのって結構難しいんですよ。だからとりあえず小刃は塗るだけだし、さすがにいいかなと思ってもうさっと塗っておきました。でブラッシングするんだけど、うおいいね、うわこのツヤいいね。なんかさ、なんか最初の時よりアンティーク感増してね油分入ったからかな、かなりね乾燥して油分入ったからちょっとアンティーク感増してます。で多分ねライニングとかに塗ったオリーブオイルとかそういうのがなんかねタンの部分にちょっとね染み出てはいるんですけど、まあこれはねいずれ消えます。大量にだとね消えないんだけど、ちょっとあるくらいだったら消えますので、まあそこはね履き心地はが良くなるのでちょっと我慢してもらえるとあれなんですけど、ね、まあここはね正直見えないしそんなにあれかもしれないけど、まあ、気になるんだったら、私はここは気になる、まあ、自分の価値観なんで、もしそれでも嫌だっていうのであれば、ちょっとね、いろんなやり方があるんで、例えば、リグロインでべちゃべちゃにして落とすとかね、そういうなんか、すごい技があるんですけど。まあでもなんか、ほんと濃くなった感じするよね。全体的にもっとさ薄かった気がする。油分補給ねかなりちゃんとやったから、クレームとかでやっぱクレームでもね、なんていうの、普通の色付きよりもあれでやった方がなんていうんだっけ、あれニュートラルでやった方がねすごい色出て、あ色じゃない、油分がついて浸透してくれるか。あどんどんツヤ出てくるねこれ。やっぱりなこの靴ねツヤすごいと思ったんだよツヤすごい気がしてたんだよ。もう触った感じ塗った感じからしてねツヤ出ます感がすごい臭かったんだよ。まあこんな感じかな。豚毛じゃない馬毛はほら結構いいツヤ出てるでしょ。ちょっとねなんか山陽山町の何これシューツリーがついてたんで、まあこれを入れておきました。油分補給した動画から結構すぐ入れました。まあ油分ってふにゃふにゃになっちゃうから、入れるとそうふにゃふにゃになったものを放置しておくとちょっとあんまり良くない可能性もあるので、油分でふにゃふにゃになってるところに、このオリーブオイルじゃなくて、手術リーを入れてってね、どうにかしておきました。なんか今日、言ってることめちゃくちゃだな。めちゃくちゃっていうかね、間違いが多い。言い間違いが多い。なんで手術リーとオリーブオイル混ざるんだっていう。うわ、すげえな、これやっぱり。ほら。ギラギラ。ほら、すごくない？何これ？ここまだ磨いてないんだけどな。ここ磨いてないのに、ヤギ毛ブラシまだやってないのに。ツヤがすごい。もう、すんごいいいツヤだよ、これ。なんかさ、ところどころちょっとあれなのかな？なんかムラっぽく見えるんだけど、気のせい。最初もこんなったっけ？なんかところどころ、アンティークっぽくなってんだけど。なんだろうこれこんなったっけな、まあ、いや油分のねあれではないと思うんですよ別に。
なん油分がシミになってることはないんですよ。まあなんでかっていうと、いつもねやってるし、しかも全体にこう塗ってるから、まあこの1箇所とかに1箇所っていうかね、そのピンポイントでシミになることはないと思うんですね。その場合すごい勢いで全体がね真っ黒になっちゃったりとか、あと縁がこう濃くなっちゃうことはたまにあるのよ。例えばこういうさ、なんていうの、穴飾りのとことかさ、アイレットの部分とか、そういうところはねなる可能性が、輪染みみたいになっちゃうんだけど、これ違うんだよね。なんかちょっとねアンティークっぽく見えてかっこいいねこれ単純にこのシミなんだかなんだか元からなんか革の性質かな、ちょっとそんな気もするな。なんか 弱いっていうかさ、浸透しやすいっていうの、ちょっと定かではないけど、まあ、とりあえずブラッシングすっごい綺麗じゃん。やばい、これ綺麗すぎるんだけど、コードバンかよってくれ綺麗なんだけど、え、すっごくない？マジでコードバンみたいなんだけど、あの実物はねコードバンっぽくはね、いやちょっとでもコードバンに近いツヤ感ではある。あのねガラスレーザーみたいなああいうツヤ感ではない、ただコードバンみたいなツヤ感ではある。あれはねコードバンのツヤ感を真似てるんだけどね、ガラスレーザーって。でもね違うんだよね、こっちが本物っぽい言うなればね、コードバンの真似って言ったらちょっとあれだけどさ、で言えばこっちの方が本物っぽく見える。ちょっと範囲広すぎたなこれで今回使うのは、前に紹介してたエクセレントワックスの、まあ、これ焦げ茶バージョンですね、ダークブラウンで。コバはねさっきざっとブラッシングやった時にちょっとだけ磨きやしてたんだけど、まあそんなに重点的にやってないからあれだね、もう一回塗ろう、普通にもう一回薄く塗って、でそっからまた磨く、あれで寝る布で。そうすれば多分ね結構ツヤ出ると思います。これかなり分厚く塗ったんで 3,4 回塗ってます。なんか最近さちょっとね一時期ロカビリにハマ、ちょっとすごい雑談なんだけど、ロカビリにハマってたんですよ。まあいつもなんだけどさ、いやなんか私の中でね曲にハマる順番っていうのがいっぱいあって、順番っていうのはねハマることが多くて、例えば今はカントリーな気分、今はロカビリな気分とかね。で今ね今歌謡曲なんだよ。またなんか前もさ私歌謡曲好きになった動画そんで動画のね BGM に結構歌謡曲採用したんだけど、でさ私ねハマるごとに、ハマるごとってかハマるたびにどんどんコアの方に進んでっちゃうで、あのさいつも言ってんだけど、チャーリー・フェザーズっていうロカビリー歌手がいるんだよ。でね、最初 GTA5 ってゲームで ラジオ曲っていうのがあるんだけど、その中でチャーリー・フェザーズの曲が流れたの。で最初聴いた時さ、なんだこの気持ち悪い曲って思って、何こいつマジでって、なんかループしてさまた聴かされんから、うるせえんだよこいつよって、もうしゃくり上げっていうの、なんかさ歌のあれに さ語尾とか最初にさ「タッ」って言うんだけどさそのいちいち「タッ」ってなるのがもうねすっごい耳に残ってさでいつの間にか YouTube で聴き始めてハマっちゃうっていうね、で癖のあるものが好きなんですよ。でちょっと今回の話なんだけど、皆さんどうですか、癖のあるもの、癖のあるものが好きになっちゃうことってあるかな。結構さその大人のね趣味趣向みたいなそういうのを見てるとさ、最初は癖あるけどなんか結局行き着くところはこれになるみたいなって多いじゃん。例えばパイプとかだと、まあ、AMG さんが、ね、よく言ってるんだけど、ラタキアはラタキアっていう葉っぱのね種類があるんだけど、それは本当に最初は癖あって気持ち悪いけど、やっぱりいずれそこに行き着くみたいな、まあよくねそう言ってるんだけど、
まあ、私ねラタキアの薄いラタキアのやつはねもう持ってるんだけど、ちょっと来てるんだよ。でさ、歌謡曲もさどんどんコアな方に進んでったんだけど、どんどんなんかヤバめな方なんだよね。あの今ハマってるのがとりあえず奥村千代の終着駅。あれわかんない人に一回聞いてみてください。やばいからあの歌い方、いやもうあの歌い方の気持ち悪さがね来るんだよね。いやあれいいよ、なんかもうあのさドロドロのなんかイメージだけどさ、薄暗いさもうなんか紫色の景色、暗い紫色の景色にさ、なんか すごい葉っぱみたいなのがこういっぱい垂れ下がってるようなところ、つるみたいなのがいっぱい垂れ下がってるようなところでさ、すっごい妖怪みたいな見た目のおばあさんがさ、真冬で裸足は冷たかろうみたいな言ってくるようなあの感じ、うわーっていうのがいい。わかるかな。こういうのわかるかな。いや多分ねチャーリーフェザーズもねそういう系だと思うんで、言っちゃえばあの気味の悪さで、私はもうタバコは紙巻きはねほとんど吸わないんだけど、なんか友人がこの間ねガラムすげえよって言う。ガラムがものすげえぞって言う。で、どうすごいのって言ったら、めちゃくちゃ甘くて臭いんだよって言うからさ、へえ、やだそんなのって言って、言ってたんだけど、あの、近所にね、パイプの葉とか、あとまあ葉巻はないけどクラブサイズのなんとな何シガーっていうのはね、リトルシガーっていうか、ああいうのがねまあモンテじゃなくてコイーバーとかのクラブみたいなね、そういうのが置いてあるんだけど、そこでさたまたま見てたらさガラムが置いてあったのよ、缶入りのね。おガラムじゃんと思って、でそいつに言ったわけよ、ガラム置いたってよって。そしたら、うわ、マジかみたいな、なんか、拒否反応を起こしたんだけど、え、ちょっとさ、行こうぜって言って、無理やり連れてって、買ったんだよ。気になるから。さあ、すっげえの。まず、私、あの、排気にしないから、あの、口から鼻に抜かす、ふかしをね、やってたわけ。そしたらさ、もう鼻が痛くて痛くて、最初に葉巻をそうやってやったりするとね痛くなったんだけど、それの感覚でツーンってしちゃってもう苦しかったので、もうさなんか法事みたいな匂いがするし、法事来てるのかってぐらいのお彼岸の香りみたいなね、すごいあのお寺で嗅ぐお線香、あのぶっといさなんかこういう色のこういう色のお線香あんじゃん、なんかもっとこれより紫っぽいような、こういうのがさお線香の匂いだよ。何これって思って、きつすぎるでしょって思ったんだよ。でその時友人も吸ったんだけど、なんかもう二人でねダークになっちゃって、こりゃさすがにマジいわって言ってやめたって言ってさ、まあそっからね、2、3日吸わなかったんだけど、ちょっと試しにね、吸ってみたの、あの香りを思い出して。なんかそういえばあの香り思い出したな、みたいな。吸うかと思って吸ったんだよ。うまくてさ。いや、うまくて、何これっていう。え、なんでこれうまく感じてんの？自分でもね、驚いた。これうまくはないだろ。でもなんでうまく感じてんのって思ってさ、でそっからね、まあ私最近動画投稿の頻度が
すごい多いんだけど、結構す動画投稿の編集をしながらね吸ってたんで、普通にいけるようになっちゃってさ。でその後部屋のね、部屋一回出て入ったらものすっごい甘い香りになってました何これみたいな部屋の中がね、あの嗅いだことないような香りになってました。ただあれさ、なんかめっちゃくちゃパチパチパチっていうわけよ。ポッピングシャワー並みのパチパチなんだよ。だから俺あの床がすんごい灰だらけになる。あれ一回吸うとね、まあまず床はもうボロボロだよね、灰だらけ。ってことでちょっと ある程度塗ったので、ちょっと乾燥ねさせたいから今から紐を通しますんで。カット。はい、やっと通しました。15分くらい格闘してね、すんげえ疲れたもう汗かいちゃってさ、もうほらテカテカし、マジでクソ疲れたからね本当にいやすっごい通らないの。あのさ、前もそうだったけど、山陽山町のくせになんであのこの通る部分と通らない部分があるなんでこのアイレットのさ、この下のねハトメの大きさが毎回違うんだよってね、ちょっとね、前からこれは疑問、ちょっとそこは徹底してほしいね前も山陽山町でこう苦労してんだよ。すごいすっごい狭くなっちゃってんの。なんかね、通る場所通んない場所があるんだよ。で基本的に通るから、どっかその通る場所が広かったんじゃなくて、通らない場所が狭いだけなんですよね。でまあ通らない場合はね、アイレットじゃなくてこの紐のね、これ金ゼルをね通るようにするんだけどさ、いやーなんか落ちた。いや疲れた、通んなくてさ、もうあの山陽山町の人なんか見てたら、あのちょっとアイレットの部分しっかりしてもらっていいですわし上着脱ぐって相当だからね。しかもこんなになっちゃってる、ほらすんごい変わるこれ超目立つじゃんこれ。赤い服ってさ、昔ね、あれ中学生くらいの時かな、ちょっと真っ赤の服をねシャツ着てたんだよ。こういうシャツでさ、半袖だったんだけど、だ夏に着るようだったんだよ。で自転車乗ってたんだよね。したらさ、もう真夏で暑くて、いやーちーって思って、なんかふと信号待ちかなんかで、鏡じゃなくてショーウィンドウっていうかさ、普通にウィンドウ、ね、窓があってお店の見たんでチラッと、したらさ自分のこの赤いシャツが真っ黒になってるっていう、ね、背中がっていうかこっちもそうだったね、真っ黒になった。と思って、こんなの恥ずかしくて歩けないじゃんみたいな、歩けないっていうか外出られないじゃんと思ってね、そっからなんか赤いシャツとか恐怖症になったね。赤とか、あとは黒はそんな目立たないじゃん、グレーとかさ、とにかく淡いよ。で白いシャツはね、白いシャツはまあまああれだよね、透けるよねもう丸分かりするからね。なんかあれは恥ずかしいよ、あれ多分素っ裸で走ってるより恥ずかそれはねえか、それはねえな。いやもうほんと今疲れちゃった、すっげえ疲れた。え何これみたいな紐もさ、1ヶ月は経ってねえな、2、3週間前に作ってあって、なんか前回のあれだよね、前回が私磨いたのが謎多き急チャージの方なんですよ。であの方は
丸紐だったんですけど、あの時ね、まあ、ついでに紐作るついでに私結構一気に作っちゃう派だから、いちいちね1回ずつやるっていうのはね、やっぱほらペンチ出したりとかそういうね行為がねあるから、まあ効率的に良くないからさ、まあいろいろ塗ったりするんだけど、ロー引きにするのにね、そういうのとかもねいろいろ一気にやった方が、まあ手とか汚れんじゃん、汚れるんだよ、だからさ洗うのも大変だし、ね、っていうかどんどん光ってきてるよこいつ、いいねこのツヤが、コード版っぽいツヤがいいね。なんかそういえばさ、前もあの三遊山町シリーズの方で磨いてたやつもさ、コード版っぽいツヤになってたよね。そんで紐一気に作ってたんだけどさ、もう紐がもう大変で、まだねツヤはあるけどさ、なかなか通んなくて、すごい頑張って通したからさ、あもしあのこれをね、あの動画見てくださってるようなんで、まあ、多分これもこちらも動画投稿依頼されてるんで、ね、見てくださってると思うんですけれども、あの紐をマジで頑張ってください外すときはね、で一応ね広げはしたんだけど、頑張ってこれ以上やんとやばいなと思って、あんまり広げなかったんですよ。で最悪カナゼル外れなかったら、これねカナゼル外さなくても、カナゼルっていうか紐外さなくても磨ける、あの私のロー引き仕様っていうの外さなくても磨けるっていうか、むしろ外さないでこのままねクリームついたブラシとかでブラッシングした方がいいレベルの紐なんですよ、私の紐は。だからまあ最悪外さずに、外す場合はあの布をこうやってね、適当な布をこうやってカナゼルのところに巻いてペンチでグッと引っ張れば多分普通に取れます。そのレベルってことですマジで大変です。いやマジで三遊山町にはしっかりしてもらえ、前の時も三遊山町でこう苦労してんからね。でもまあ艶は出てきたそんなこんなで艶は出てきた。このままいい感じにね仕上がってくれればもうそれでいいんだけどさ、いやー疲れたな。お出てきてるね。これさ、このツヤもうリグロレバ出るっていうかね、リグロインね私 3,4 本ね 500mm のいつもここにあるこれをね 3,4 本ストックしたんですよ。あのラストになりました。だからちょっと追加で買いましたよ。ちょっとねこれより安いんだよね、これより全然安くて、大丈夫と思ったんだけど、まあ、平気でしょリグロインって言ってんだからと思って、ちょっと一か八かで9本買いました500mm 9本買いました。この人何使うのって感じだよね。クリーニング屋じゃなかったら何に使うのっていうね、多分向こうも業者も思ってると思うんだけど、ちなみにあのリグロインってもともとっていうか本来の用途としては、まあ別に靴磨きがね本来じゃないっていうわけじゃないんだけど、ここにも書いてないか、着物のね汚れ落とし、あ書いてあるか、染み抜きとかね、着物とは書いてないけど、そう着物のね染み抜きとかに使うようなやつなんですよ。だからねクリーニング屋さんとかにね行くと見たことはないわ見たことはないわ。であとねアセトンもなくなっちゃったから、もうてかいつまでこれあんほらもうあれ全部あれ揮発した、マジか、揮発しやがったこれマジか。まあいいんだけどさ、もう頼んだから
前ね使った時もうほんのちょっとしかなかったんだよ。今音しないから気圧したねこれ全部。え、じゃあ何この部屋に結構なまあまあな量のアセトンが何充満したってこと。超怖いじゃん単純に超怖いんですけど、マジで危ないからね。普通に考えて爆発する可能性あるからさ、よくないよそれは。ああこれは怖いね。皆さんも気をつけた方がいいです。私たまたま平気だったけど危ないね本当に。って感じでもういっかリグロインやるか。なんか結構分厚く塗ってあんからね。じゃ平気そう。リグロインやろう。リグロインもでもちょっと薄くした方がいい気がすんな。分厚いって言ってもそこまでものすごい分厚いわけじゃないから。いやアルコールもねちょっと結構少なくなっちゃってて、アルコールもね補充するようなんだよね。まあなんかなんだろう、買うのは別にいいんだけどさ、補充するのが大変じゃんこういうのって結構ねハンドラップって難しいんですよ補充するの。あのロートみたいなのありゃいいんだけどさ、まああるけど、あるけどちょっとロート使うのがめんどくさめんどくさがりの極みだから。うおー切ってるぞこれ、すっごい光ってきた。いやマジで光ってるぞこれ。なんかでもあれだね、優しい艶だね、まろやかな感じ。なんかわかる、ほら光ってんだけどちゃんとね映ってもいるんだよ。けどまろやかな、何これクリーミーな艶クリーミーな艶っていうとなんかあんま光ってなさそう、匂ってそう。いやすっごいいい感じ。ちょっとねこちらもね結構お待たせしちゃってるんで、まあ、早めに仕上げないとなって。でもさやっぱあれなんだよね、クレメンテとか水洗いってなるとやっぱ乾燥時間とかがねすごい必要になっちゃうから。いや特に水洗いはね今回はしてないけど、あれじゃんカビの原因となったりするからさ、怖いからそういうの。だからしっかり乾かさないとねいけないし、で水洗い後の水分補給とか油分補給も結構時間かかるからね、結構大変なんですよね時間を取る。何乾燥時間をが必要っていうのがね、動画的にもさ絶対切んないといけなくなっちゃうっていう。だからフルメンテナンスとかだと結構1本で終わったりするんですよ。まあ油分補給って言ってもね、そんなさっとやるくらいで十分だし、まあ、ちゃんと手入れしてあればね、してないで私のそのオプションとして油分補給とか入ってると結構時間かかっちゃったりしますね。それはあの同じような油分補給するんで、これプレメンテの時とかと。いや、いい感じじゃないこれ、ほらいいツヤだよ。なんかあれだよね、そのさ全体のそのなんていうの、ちょっとムラっぽい感じのさ染め方っていうのかなと、味が合ってるよねツヤの、なんていうのかなこのマッチ感、いい感じですね。まあ、自画自賛なんだけど完全な自画自賛なんだけど、あでもねあのマサケイさんにすっごい褒められたんで、それ嬉しかったですマサケイさんのなんかね、あの以前なんだっけリーガル忘れちゃったリーガルなんとかかんとかっていうね、なんか04なんとかだっけ、なんだっけあの茶色いさグラフトンみたいな格好の、普通結構淡い系のあれをね、あれのなんかあれ2足も
ってるらしくて、一足はまあ私磨いてないんですけど、もう一足の方をね磨いたんですよ、あの時動画で。であれは飾り用らしくて、その飾り用の靴をなんか見本としてね置いてくれてるらしくて嬉しいですよね。でさ、あれ磨く、まねっていうかまあ、ね、参考にして磨くんですけど、でもなここあそこまで光らせられないみたいな、そんなようなことを言ってもらえて、まあ、それ言ってもらえてっていうか、その後にやっぱりねすごいなみたいな、なんかそんなようなことに言ってもらって、あ嬉しいですよね普通に嬉しいんだよ。足もさ、昔は結構その磨きメインとしてアップしてたからさ、まあ今もなんだけど、ね、昔ほどじゃないし、まあ正直当時の光らせるだけの技術っていうのはもういや当時よりは落ちちゃったんじゃないかなっていうね思ってるんですけど、だからこそ嬉しいよね落ちてなかったのかなって思える。はい、じゃあリグロッタンで、であれですね、コンパウンドですね。いや結構でもあれだね、光はしたね、順調に。いやいやもうマジ疲れたさっきのがもうすんげえ疲れた。あのねまぶたが重くなってるいやなんか力仕事とかじゃない疲れ、なんだろうこの、言うなら例えばほら力仕事をして丸一日働いて、あー今日も疲れたなーとか、そういうのとか、またもしくは力仕事じゃなくてもまあ事務作業みたいなのやって、あー今日も疲れたなーっていうだるいみたいな、そんな感じじゃなくて 100m 全力疾走したような、あーみたいな、そういうドッとした疲れ、そんな感じですね疲れ方が。そういえばさ、私マック好きなんだけどマックがものすごい好きなんだけど、もう子供の時からマックのポテト大好きだったんだけどさ、なんか最近辛い系のもの増えてるじゃないですか。で AMG さんがね一緒に会った時に話したんですけど、なんか辛い系で新しく出た何か、なんて言ったっけな、なんか3つ4つ出てて、今回ちょっとどれだったか覚えてないんだけど、なんかどれかは酸っぱくて合わなかったって言ったんですよ。で、あそうなんですかみたいな感じになったんですけど、まあ私気になってちょっと買ってみたんですよね。3つ試して、1つはねあのちょっと高いやつ、390円くらいのなんかチキンのやつ、ちょっと分厚めで、デカめのチキンが入ってるやつね、390円ので、スパチキっていうのが安い方なのかな、ちょっとわかんないけど、でスパビーっていうのもあるんだよ。でその3つ試したんだけど、あの高い方は高いだけだったっていうなんかね、まあうまいっていうかまずくはないんだけど、ちょっと高くねみたいな、さすがに高すぎないっていうね、マックにしてはね、笹バーガーとかと比べたら超安いんだけどさ、にしてもねちょっと物としては高すぎるなっていう。そしたらこれ全然チキンクリスプの方が良くないみたいな、なんかそんな気がしちゃったね。で辛いは辛い若干ね。で個人的に嫌いじゃなかったのはスパビー、200円でね、なんかあのちょっとハンバーガーとは違うような味が
楽しいよね。でスパチキの方はね、うーんっていう、なんかちょっとパサパサ感が否めない。なんだろうな、なんかちょっと違うなっていう。バンズのパサつきとパティの、まあチキンなんだけどのパサつきがちょっとね、ちょっと喉乾くよね。ただでさえマックって喉乾くのにさ、私マックね爆食いした後ね、めっちゃくちゃ喉乾く時がある。毎回じゃないんだけど、あの私いつもね午後の紅茶の無糖を2リットルのやつ買ってるんですよ。まあいちいちねペットボトルの500のやつで買うと高いから2リットルで買ってんだけど、毎回ねそのマック行った後はね一瞬で半分くらい飲み切っちゃう。一気にじゃないよ、一気にではないけど、まあ一瞬って言っても1時間から2時間くらいの間よ。で1リットルは飲み切る完全に。だからもう半分くらいみたいなさ、あもう終わったんだ。でブラッシングか。さっき何が起こった？なんか今レンズ触ってなかった。てかさ、これオキシドールとさアンモニア水混ぜたらめちゃくちゃ落ちるかもしんないよみたいなコメントがさ、私はどっちも実験してちょっと時間を置いて投稿したやつね、あの以前ライブ配信で私のあのもじった歌謡曲のね名前が多いライブ配信で、それに毎回気づいてくださる方がねなんか言ってくれてすっごい気になるんだよね。で今日たまたまさ家から一番近所ではないとこの薬局に行ったわけよ。したらどっちも置いてあってさ、え何なのみたいな。なんでどっちもあんねん。わざわざ2つね楽天かなんかで買ったんですよ、近所にねえと思って。いやー送料かかるしさ楽天って、ちょっと損した気分でしたよね。いやこれでねそのまあ混ぜて良くなればいいんだけど、まだ混ぜてもないし今のところもう失敗だったわけよ。まあオキシドール脱色とアンモニア脱色ね見てもらえればいいんですけど、嬉しいんですけども、すんごいこれやっぱ抜けるね。なんなのこれ、すんごいんだけどマジで、何これやだなこれ、なんで抜けないようにさ、ちょっと高めのやつ買ってみたのに抜けるんだよ。てか切れてるよね全部。早くリグロイン届かないかな。なんかリグロインが今ない状態だから、アセトンは別になくてもいいんだけど、リグロインないとさ、やっぱさすがに不安だよねリグロインは。やっぱ我らがリグロインだからさ、リグロインがね絆つないでくれてるようなもんだからね。まずリグロイン反対派の人とあんまりあれそんなレベルだった一時期。いやマジでそうだったからね。あちょっとなんかこれなんだこれ、すごい毛羽だった。このねモカ縫いのとこにぶち当たると毛羽。そろそろさオーダー靴とさオーダースーツ仕上がってもいい頃なんだけど、えなんで出来上がんないんだ。私忘れ、みんなから忘れられてんのかな存在として。超悲しいじゃんそれ。うわ光ったね、光りました、いい感じに。あのね新品でこんなに光るってあんまないから嬉しいよね。なんかいつだか新品靴でめちゃくちゃ光って驚いてたことあったけど、なんだっけあの靴、何の靴だっけあれ、あれか宮城工業のかな、あのモンテカルロかなんかでものすっごい光ってさ。いや
です、こっち完成ですね。まあ、後で見よう。ちょっと全体ブラッシングしよっかな、もう一回。なんか、ブラッシングが弱い気がする。でもこれあれだよね、いい皮使ってる感じ出てるよね、ほら。ほら、よくないこの皮。ちょっとステファノ・ベーメルっぽいわ、皮が。いいね、この皮は。ていうか、最近さ、あの、2チャンネルの怖い話っていうのすごい見てるんだけどさ。あれ、気味悪いよ。見てください、皆さん。2チャンネル怖い話で調べると、いくつか出てくるんで。いくつか結構ね、なんか YouTube とかでも出てくる。あの、まとめしたような、読んでくれてるやつがね、出てくるんですけど。怖いですよ。気味が悪い。なんかすっきりしない。あのさ、よくテレビであるようなさ、ああいうオカルトみたいなんじゃなくてさ。やっぱ素人がやってるようなもんだから、オチとかもあんまないし、すごい気味が悪いんだよね。あのね、いいんだよ。まだオカルトならまだいいじゃん。本当のなんか殺人事件のとかあったりするから、2チャンネルって。マジで怖いよね。まあ、釣りが多いんだけどね。結構、こりゃ嘘だろって思うことあるんだけど。ちょっと最後にブラッシングして。あ、やっぱ綺麗になるわ、ブラッシングすると。本当はね、さっきのうちにブラッシング終わらせてた方が一番いいんだけど。なんかちょっと、物足んなかったんで。さ、友人がさ、いきなりさ、100均で買った、変な、水垢取りみたいなやつと、あと、激落ちくんを買って、あと水、その3つで、ヘッドライト見分け始めて、すっごい綺麗になったんだけど。あれすごかったわ。あのビフォーアフターマジで動画にしてあげたかったくらい。すごかったよ、本当に。はい。まあ私のはちょっと、まだガラス時代のやつなんで、黄ばみがわかんないんだけど、黄ばむことないからあんま意味ないんだけど。まあ、以上です。こんな感じになりました。ね、ほらほらほら。なんかね、こう見ちゃうとツヤが出てないように見えるけど、キビだ、いつものキビ。ほらほらほら、ちゃんとね、これ重たい、これ重たい、すごい重たい。ほら、ちゃんとツヤ出てるでしょ。なんかまろやかなツヤなんだよね。まろやかだけど、ギラッとしてる。難しい。じゃあまあ一応全体ね、こんな感じです。ほらほら、あ、ここいいね、このツヤ。これいいじゃん。これサムネイル使おうかな。こういう感じで。逆っていうのはちょっとね。まあ、いっか。いいね、この感じ。なんか色がまずいいよね。ほんとこの茶色好きだね。こっちと、まあ、こっちですね。なんかこっちの方がね、やっぱそうで、こっちの方が綺麗だよ。なんか、靴として映える。こうしてるある方が。この U-チップってあれだね。上から見た時の方がやっぱかっこいいね。なんかこうやってるとちょっとなんか間延びビヨーンってしちゃってるような感じだけど、こう見るとほら一気にいい味出してくれるね。いい顔になってくれる。ほらほらほら、あ、このこれいいな、すげえかっこいいね。これ構図としてはあんまり良くないけど、このここだけ見るとかっこいいね。あ、いい、この靴いいかもしんない。いいけどあのハト目だけちょっとちゃんとやってもらえ、ハト目だけマジでちゃんとやってほしい。あのソールもね、馴染んでますね。ってことで、以上三四山町のパターンオーダーの靴のプレメンテでした。ちょっととりあえず印象がもうハト目っていう。それでは。